おい、もうきついって、こんな試合ばっかり。どんだけ打てへんねん、ほんまに。全然ワクワクする試合ないし、ほんまになんかバントとか、なんか細かいことやって、せっかく送ってもね、結局チャンスで打てへんから、もう見飽きてんねん、ファンとか。もう俺もそうやけど。もうほんまに、打つべく人というか、打たないといけない人がほんまに打たへんかったらもう一生手入らへんなっていう感じはマジであります。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対、ヤクルトの徹底解説、やっていこうかなというふうに思ってます。はい、もうしんどいって。もうほんまにしんどすぎるって。もう何点取れへんねん。ほんまに、なんでこんな点取れへんの？ほんまにしんどいしんどいって。今日ね、まあ結果から見ると、まあ3対0というところで、まあまた負けたんですけど、まあね、もうゼロ見飽きたって、ほんまに。まあなんか打順もなんか変えて、なんかこうなんとかしようって思ってるんだけど、やっぱりまあ打順今日見て、スタメンパーって見たときに、まあ2番門脇選手とかに入れてて、まあそのなんとか変えたいっていうも、気持ちはわかるから、わかるんだけど、でもまあ点入らへんやろなっていう感じはね、すごくしてて、まあ案の定ね、点入らなかったっていうところあるんで、まあその、まあやってるね、人たちが一番しんどいんだとは思うんだけど、やっぱりもうそこの突破口というか、もう点入る気しないよね、正直。うん、なんか、ランナー2塁行っても、なんか点入る気しないし、正直言うとね。マジで思んないというか見てて。うん、もうクソみたいな試合やなっていうふうに思います。はい。まあクソってあんま言ったらダメなんだけど。はい。で、今日の、まあ僕の一言メモはこちらになります。まあ昨日の、まあ最終回で、ね、まあ2点取りましたと、まあ明日につながるみたいなこと言ってましたけど、どこが繋がっとんねんって。どこが繋がってんねん、これの。ゼロが繋がってるだけやんけ。で、ほんまに。もう得てええ加減せえよって。ほんまにマジで。で、マジで、マルヘルナンデスだけっていう風に書いてますけども、マルさん今日3安打してるんよ。で、ヘルナンデスも打ってると。で、結局、マルさんいくら出ても、ね、点入らないじゃないですか。もうしょうもないってもう。もう、なんかもう全然ワクワクせへんし、ほんまにもう、なんか我慢比べみたいな。もう点、1点でも取られたら負けみたいな、もう空気感になってるから、もうしんどいって、見てる方も。息詰まるって、こう、喉詰まるというか、こう、クーってなって、もう首絞められてる感じ。1点取られたら負けや、負けや、みたいな。もう、しんどいって。点取りゲームやって、野球って。もうほんまに。で、もうこれ最後ね、岡本が打つしかないというふうに書いてるけど、やっぱり、あのね、もうちょっと厳しいこと言います。はい、今から。村上選手ね、いるじゃないですか、ヤクルトの。で、昨日も4三振してるんですよ、確かね。で、今日も、まあ三振してると。で、もう、全然当たってないみたいなんですよ、あの成績見たらね、6月ね。だけど、結果的に今日も、ほんまね、当たり損ないのクソみたいな打球かもしれんけど、結果で、ね、自分がヘッドスライディングしてセーフになってるやん。あれで、いいのよ、4番なんて。で、結局今日も2安打打ってるやん。だから、ほんまに打ってほしいって時に、もう正直、泥臭くても何でもいいよ。もう正直ね。うん、それはホームラン打ってくれた方がいいよ。だけど、もうここなんとか、ランナー返してくれた時なんかは、もう別に内野安打でも、もう何でもいいわけ。ポテンヒットでも、もうバットが折れようが、何しようが、もう手入れてくれたらいいな。だから今日もね、村上選手とか、まあ確かにショートゴロね、あれもう門脇選手も精一杯のプレーっすわ。もうあれはもう守備も攻められないし、結局ね、打って、やばいと思って思いっきり走ってるわけよ。で、それで気持ち見せてヘッドスライディングしてるわけよ。だから、ああいうのが、もうね、まあ気持ちとかあんま言いたくないんだけど、やっぱりこんだけ点取られへんやったら、まあああいう気持ちも大事やし、で、カズマもね、まあ気持ちを、まあ出してるんだとは思うんだけど、まあ結局今日も2回、チャンスで凡退かなっていうところ。まあ、その結果に対して、こう、とやかく言うわけではないんだけど、やっぱり最終回の打席、見た人もいると思うんだけど、ツーストライクを追い込まれてから、そっから10球ぐらい投げさせてんのよ。うん。で、それで、まあ、ピッチャーが田口で、もともとね、ジャイアンツが、にいたピッチャーだから、まあ、球筋とかなんとなくわかるから、こう、粘れたっていうのももしかしたらあるかもしれないけど、やっぱり、ああいう打席っていうのを、
ね、まあ、全部とは言わないけど、ああいうね、打席も絶対作っていかないといけないと思うし、まあ、なんぼ、まあ、振り回しじゃないけど、やっぱりこう、まあ、ホームランを期待されてるとか、長打を期待されてるっていうのはあるけども、やっぱり今日の村上選手の、その、対比というかね、比較すると、そういったところってマジであるんちゃうかなって、もうね、まあ、あんまりこう、一人が悪いみたいな感じで言うのは、ちょっとチームスポーツなんでね、どうなのかなと思うんだけど、やっぱりもう、ね、真ん中というか、岡本選手が打たないと、やっぱ点入らないなっていう感じはすごくしてるんで、うん、実際、チャンスでね、結構回ってきてると思うんですよ。丸ヘルナンデスが調子いいから、必然的に4番にいるから、今。大体ランナーが出た状態で打席は迎えられてると思うんですよ。でそこで、こんだけ点が入ってないってことは、まあ、岡本選手が凡退してる数っていうのが相当多いんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、今日の村上選手のあのヘッドスライディングと、まあ、岡本選手の最後の、まあ、9回の打席なんかを見て、やるんだったらもっと早くからやっててほしいなっていう感じはね、まあ、結局アウトにはなってるんだけど、やっぱ、ああいう打席って大事だと思うんですよ。ホームランバッターでもね。うん。で、僕は思うんで、今日ちょっとね、過激なサムネイルにしてみました。はい。で、まあ、得点資料ですね。まあ、8回の3点だけで、まあ、村上選手のショート内野安打と、まあ、2アウト1塁からサンタナ選手にね、バックスクリーンホームラン打たれて3点というところで、そののみです。はい。で、まあ、その気になったところ見ていくんですけど、まあ、今日ね、ピッチャーどっちもめちゃくちゃ良かったんですよ。サイズニードも、グリフィンもね。で、サイズニードは初めちょっと高めに浮いてるなっていう感じはありました。で、グリフィンに関しては、もうね、ランナー出してることは結構あったんだけど、やっぱり、要所要所もね、しっかり押されたし、で、この間のね、日本ハム戦か、もうめちゃくちゃ良かったじゃないですか。で、今日も、ランナー出てからギア点というか、めちゃくちゃいいところ投げてたし、もう正直、どっちのピッチャーもめちゃくちゃ良かったよ。うん。で、サイズニードも、やっぱ球ね、リリースポイントがすごく高いから、やっぱ高めの強いボールと、最後の方は、チェンジアップとか低めに収まってたし、カーブもね。っていうところで、やっぱり捉えるんだったら、初めに高めにこう吹いてる感じ、吹けてる時の、序盤にやっぱりある程度捉えておかないと、やっぱり変化球をね、低めに、集められてからはですね、なかなか今日の調子だったら打てないと思うんで、だから、まあ、先制点というところはね、取りたかったんだけども、やっぱ結局取れないというところね。で、丸さんだけ打ってるっていうところ。うん。丸さんとヘルナンデスだけは、ほんまに低めの、ボール球も振らないし、打つべくボールを、打たないといけないボールをしっかり呼び込んで打ってるんで、やっぱ率残るよね、やっぱ R2 人っていうのね。それ以外のバッターでほんまにちゃんとできてる、ちゃんとできてるというか、そういった、マルさんとかヘルナンデスみたいに、まあ、呼んだりとか、本当に、低め振らないとか、高めの、力強いサイズニードのボールを手出さないとかっていう風にできてるバッター、ほんまにいないなっていう風に思います。はい。で、1回表ね、まあ、先ほど言ったように、まあ、その、ランナーを出してるんですよ、グリフィンもね。でも、2アウト1、2塁で、サンタナ三振ね。うん、これも、まあ、ストレートしっかり投げ込んで、スライダー投げて、ストレート見せながら、スライダー見せながらっていうところで、まあ、交互にいったような形でね、三振取ってますと。で、1アウト1、2塁の場面も、まあ、村上選手も三振取ってるわけですよ、そこでね。それ素晴らしいと思いますよ、正直ね。で、西川選手もね、昨日の三塁でありました。で、もう今日もまた打ってくるかなと思ったらセーフティーやってきたりとかね、そういういやらしさみたいなところもあるんで、非常にね、ヤクルト強いなっていうふうに正直にほんまに思います、それね。で、一回裏、ね、これね、丸さんもこれヒットでしょ？これヒット出てるんですよ。で、門脇選手バントしてるんですよね。で、ランナー二塁行ってヘルナンデスがファーボール。もう、結局これヘルナンデス一塁空いてるから、まあいいバッターやから、まあファーボールでもまあいいかな、みたいな感じの配球されたら、やっぱりその後が続かないから、打てないから、カズマもセンターフライで、岸田もまあ三振というところで、まあその、結局今、ね、他のチームからすると、丸とヘルナンデスだけ気をつけといたらええわ、みたいな感じになってるから、この状況とかやったら、ワンアウト二塁でヘルナンデスわざわざめちゃくちゃ真っ向勝負していかなくていいやろっていう話になるんですよ。うん、結局、まあ、その、臭いとこついてじゃないけど、まあ、勝負はするんだけど、まあ、カウント悪くなったりしたら、まあ、結局、まあ、歩かして、もう、カズマで勝負してもいいよね、みたいな感じになってるんで、だから、それが舐められてるっていう話なんですよ。マジでね。で、3回表も、まあ、その、これね、ピンチ招いたんだけど、2アウト1、3塁からサンタナ見逃し三振。これもう、グリフィン最高です。3球三振なんですけど、見逃し三振なんですけど、もう打てるボール1球もないんですよね。だからそういうところで、まあ、ピッチャー踏ん張ってくれてるんですよ、マジで。うん。で、これね、サンタナなんか今打率1位でしょ、セリーグでね。そのバッターがもうスイングもさせてくれない。まともなスイングもね。っていうぐらいのボール投げてるんですよ。うん。
で、3回裏もね、これ先ほど言ったように、これチャンスあるんですよ。うん。で、丸選手がまたヒット打ちますと、レフト前ね、ワンアウトから。で、ワンアウト1塁で、門脇選手、ライエンドヒットでね、まあこれ、ライトフライになるんですけど、まあこれも、まあ門脇選手が悪いわけじゃないんだけど、これね、スタート見た方いらっしゃるかもしれないんですけど、丸選手ね、もうピッチャーが動き出す前に走ってるんですよ。で、もしこれが、ボールになってたりとかしたら、確実に、シール成功してるんですけど、まあこれがね、ツーストライク追い込まれて、まあゾーンに来てるわけですから、まあ打ちに行くんですけど、これをまあちょっとフライ打ち上げてしまうというところで、まあこれをね、ゴロとかに、しっかり打ってたら、もしかしたら1、3塁作れてたりとかね、そういったところもあるんで、やっぱそういったところはね、まあ細かいところですけど、まあそんなたられば言っても仕方ないんだけど、うん、まあそこはしっかりやってほしかったなっていうところはあるんですよね、正直ね。で、2アウト1塁っていうところで、ヘルナンデスヒット打つじゃないですか。すごいでしょ？で、2アウト1塁で、カズマね、これライトフライっていうところで、まあ、まあね、その凡退してるから悪いとか、ダメとか言うのは、そんなんね、そんなん、誰が言ってねえって話にもなるし、そんなんね、僕も何回も失敗してきてるんで言えないんですけど、やっぱり、打線の核の人がね、やっぱ打てないと、やっぱきついなってありますと。で、今、坂本さんがね、7番とか入ってるじゃないですか。だから、やっぱり結局、状態が悪かったりとか、してるんで、7番に置いてると思うんですよ。うん。でも、カズマの場合は、状態悪くてもずっと4番にいるじゃないですか。だからそれぐらい期待されてるというか、もうそれぐらいもう不動の4番という風にされてるわけだし、信頼されてるわけだから、まあ、やっぱりもうね、まあ、カズマばっかり言って仕方ない、ちょっと申し訳ないんだけど、やっぱここが打てないと、ほんま手入らないのよ。1番、3番が打ってるだけにね。うん。で、まあ、ちょっと飛んで、6回表なんですけど、ここで、まあ、グリフィンね、そろそろ疲れてきてるかなって感じなんですよ。6回表ね。だいたい2、30目するでしょ ?30 目ぐらいか。で、ここ3番、4番、5番だったんですよ。で、ここちょっとやばいかなと思ってたんですけど、ここをしっかりね、長岡三振、村上三振、サンタナ、ピッチャーゴロっていうところで、もうまともに、全然打ててないわけですよ。素晴らしいんですよね、グリフィンね。で、配球も素晴らしいですわ、岸田もね、今日見てても。うん。で、バットを振らせてないから。うん。で、7回表も、ここね、まあ、ヤクルトが勝負かけてきているわけですよ。で、グリフィンが良すぎると。おだから点入らないと。だから、サイズリードもいいんだけど、やっぱりもう、ちょっとでもワンチャンスあったらもう代打出したろっていうね、高津監督の意図ですよ。で、この回も、先頭の山田選手、セカンドゴロなんですけど、これ吉川選手ね、二遊間寄りにポジション守ってて、普通だったらセンター前行ってなんですよ。で、ここをポジショニングはね、しっかりね、多分データとか、直樹さんの勘なのか、それはわからないけど、普通だったら抜けてるんだけど、ポジショニングがいいからワンアウト取れてるわけですよ、ここでね。で、オスナ選手にヒット打たれると、まあ、ヒットなんか OK ですと。ホームランじゃないから OK ですと、正直ね。で、ワンアウト1塁で松本選手バントしますと、お、次サイスニードやのにバントしてくるのか、じゃあ代打出てくるやろっていうのがわかるんですよね、ここで。で、高津監督ここで勝負かけてくるって、わかるんですよ、もうこのバントの時点でね。で、ツーアウト2塁で、まあ、ピンチヒッター青木選手出てくると。で、まあそのグリフィンが左で、まあ青木選手が左で、まあ一般的に左対左って、まあバッターが不利とか言われてますと。で、その中でも青木選手を出してくるってことは、まあ信頼してるわけだし、青木ならいけるっていう、左ピッチャーグリフィンでもいけるっていう風にね、判断してるわけですよね。で、そこで、まあ初球スライダーが抜けてると。で、顔元に来ますと。で、その顔元をね、まあ生かすじゃないけども、そっからね、その、残像があるからね、顔なんか来たらやっぱ怖いから、それ残像をね、残しながら、スライダー行きながら、カーブ行って、で、カットスライダーでね、最後、一球もストレート投げずにセンターフライにする。まあ、これも、残像というところを活かしながらね、配球できてたと思いますと。うん、で、ここでね、サイズニードね、めちゃくちゃいいのに、三振何個取られてんだ ?8 個ぐらい取られてた、確かね。で、ここで変えるわけですよ、高津監督ね。これは、この決断ですよ、監督の。で、こっちからしたら、ジャイアンツからしたら、ああ、サイズリード変わってくれた。じゃあ、ワンチャンいけるかもしれんっていう感じになるわけですよね、やっぱりね。なんだけども、ここで、7回裏ね。で、大西投手出てきますと。で、坂本選手見逃し三振と。で、ワンアウトからピンチヒッター、立岡さん出て、これセンター前ヒット打つんですよ、しぶとくね。インサイドのボールを、普通だったら引っ張りたいところをね、センター方向に出していく。これね、インサイドアウトできてないと、そういう打ち方できないんですよね。いいバッティングですわ。イメージで言うと、WBC で、イチロー選手がセンター前ヒット打ったでしょ、最後。あんな感じのイメージですわね。いいバットの出し方してるから、インサイドのボールをね、センターに持っていけるんですよ。で、ここですよね、ワンアウト10位でピンチヒッター、秋広選手ね。で、これ結果的に空振り三振してしまって、まあ、3-2からね、三振してしまって、まあ、三振ゲッツになるんですよ。ワンバンのチェンジアップをね、松本選手がこう、ショーバンで取って、二塁に送球して、
で、立岡さんがアウトになっちゃうわけですけども、まあ、結果見たらない三振ゲッツーって最悪ですよ、正直言うと。だけど、この打席の中のね、アキル選手の粘りとか見てると、やっぱりなんとかしなあかんというか、やっぱ見えるわけですよ。まあ、ただそこの気持ちがあるんだけど、結果が出ないということはね、あるわけですよ。ただ、気持ちがないやつで、結果出したやつも見たことがないんでね。だから、あんま気持ちいいとか言いたくないんだけど、プロ野球でね。こんななんか論理的に話していきたいことはいっぱいあるんだけど、やはりこんだけ点取れてないと、やっぱりちょっと精神論にも、なっていくところはあると思うんですよね、正直ね。うん。で、まあ三振ゲッツーですよね。大体そういう三振ゲッツーとか、まあダブルプレーとかもそうだけど、そういったところが起きるときって、次のイニングとかって、やっぱ大体嫌なこと起きるんですよね。で、ここですわ。はい、8回表。これ、ね、先ほど言ったように、高梨選手出てきて、うん。で、西川選手、ショートフライ、丸山選手、見逃し三振取るんですよ。おー、いい感じやって。左が揃ってるからね、左に出してるっていうの分かるんですよ、これでね。で、ここで2アウトランナーなしで、長岡選手にこれ、三塁で打たれるんですよ。で、まあ、ストレート、ストライク、スライダー、空振り、スライダー、ボール、ストレート、ボール。で、スライダー、甘くなって打たれるっていうところ。で、フェンスのギリギリなんですよね。これ、ホームランとしたら、この辺当たってるんですよ。もうギリギリっすよ。もうあれ僕、正直入ったと思ったんでね。それで入らなかったっていうのは、マジで運いいんですよ、正直ね。で、ここですよ。村上選手ね、昨日4三振して、今日も三振してますと。うん。まあ、先ほどね、フェン直のライト前ヒットは打ってるんだけど、まあ、めちゃめちゃ調子いいわけではないと。で、ここをまだ、左対左足、勝機やるぞって思ってるわけですよ、僕はね。で、ここで、シュート行って、で、最後ストレート行って、でね、ショートゴロ打ち取るんですよ。ただ、これをね、先ほど言ったように、村上選手全力っすわ。パーン打って、もう打った瞬間、ガラー走ってるわけですよ。もう無我夢中でね、ブワー走って、で、門脇選手も精一杯のランニングスローしてるわけですよ。だけど、やっぱり、なんて言うんだろう、その気持ちの強さなんか、そのしっかり振ってった結果なのか、それはわからないけど、そこでね、やっぱ三塁打打ったね、この長岡選手がいたからっていうのもあるんだけど、それでね、内野安打になると。うん。だからこれも気持ちだよね、もう正直ね。うん、まあ、気持ち言いたくないんだけど、やっぱり、ジャイアンツのね、4番どうなのって聞かれた時に、じゃあ村上みたいにできてるって、今日だけで言うとね。うん。全体は知らないよ。今日だけの試合で見ると、じゃあそこまで、本当に気持ち出して、なんとかチャンスでも、もう本当に、ポテンヒットでも、もうとりあえずバットに当ててミートして、内野の頭越えてくれたらいいわ、ぐらいの、気持ちでね、追い込まれてから、やれてるって言われたら、やれてないと思うんですよね。うん。だから僕そこんだけ強く言うんですよ。はい。で、まあ、ピッチャーケラーに変わって、まあ、2アウト1塁でね、これサンタナ選手にこのホームラン打たれるわけですけども、まあ、カーブ行ってボール球なって、もう一度カーブ行ったやつが高め浮いてね、まあ、僕昨日も言いましたけども、まあ、カーブの高めなんていうのは誰でも打てますと。うん。まあ、誰でもとか言ったらあかんけど、マジでめちゃくちゃ打ちやすいボールなんですよ。ただ、そのめちゃくちゃ打ちやすいボールになったやつを、しっかりこのセンターのバックスクリーンの左横に打ち込んでるこのサンタナ選手、素晴らしいと思います。はい、素晴らしいです、正直ね。だから、グリフィンも攻められないし、正味ケラーもね、まあ、嫉妬っちゃ嫉妬だけど、やっぱり流れとかもあるんすよね、こういうの打たれるのね。で、最後も、まあ、これね、もう勝負決まってるわけですよ。もうこれ3点なんか正味返せないですよ、今の打線でね。正直言うとね。だけども、僕が思ったのは、この9回表ね、2アウト1塁で西川選手がバッターボックスの時に、まあ、ダイソー、並木選手出てたんですけど、3球目スチール決められるんですよ。これはいただけない。騎士だね。うん。なんでかっていうと、まあ、4点目を、取りに来るわけですよ。やっぱりね、終盤何が起こるかわからないからね。で、2ストライク追い込んでて、で、騎士だめっちゃそこに外してるんですよ。で、もうランナーが走っても絶対させるっていうような体勢でね、取ってて、それで並木選手が足早いけど、それでも刺さないといけないんですよ。野球なんてものは、絶対ちゃんとやったら、アウトになるようにできてるんよ。うん。まあ、めちゃくちゃ足早いやつとか、めちゃくちゃ盗んだとか、それは別やけど、その、普通にやったら、盗塁なんて、大体アウトなんだよ。だけど、それを、もう警戒して、外に外して、もう、半身ぐらいで取って、やってんのに、それでセーブにしちゃうっていうのは、それは岸田ね、ちょっとダメだった、と思うし、もしかしたらピッチャーのクイックとかもね、遅かったのかもしれないけども、そこはね、絶対刺さないといけない。うん。細かいとこかもしれないけど、もう勝負決まってるやんって話だけど、その細かいところがマジで大事なんよ。僕も何回も怒られた。うん。なんで外してやってるのにお前何をしてんねんって何回も言われた。うん。だから、岸田も今ね、こういろいろね、スタメン出ることが多いから、そこはね、やっぱりそんだけそういう想定して外してるわけだから、やっぱ絶対、もう 100% とは、
言わないけども、やっぱりもう 90% とか 95% はやっぱ刺さないといけない、それはね。うん。っていうところで、まあ勝負決まっててね、まあ結局0点やから、4点目入ってても負けてるんだけど、やっぱそういったところはね、しっかり、やっていった方が、評価とかにも繋がるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい、そんな感じでね、もうたこ焼き見飽きたでっていう話ですわ。もう正直言うとね。はい、もうね、まあ今日は、まあカズマに結構言っちゃいましたけど、まあ結局、その、まあ、カズマ頼りになってるというか、なんかその、ホームランじゃないと点入らないよね、みたいな、今空気感になっちゃってるのが結構危ないというか、去年もね、すごくホームラン打ってますと、打率も高かったですよっていう風なね、話ね、たまに出たりするけど、で、阿部監督よく言うじゃないですか。で、去年、その、ホームランとかね、打てる人がいたけど、結局負けましたと。優勝できなかったから、そういった野球ではやっぱ通じないっていう風に言ってこうやってやってるわけじゃないですか。だけども、やはり、そういう野球を目指してても、やはり打たないといけないところは打たないといけないし、絶対ね。うん、そこの少なくともチャンスは作るところはね、自己犠牲とか、バントとか、エンドランとか、そういったところで作っていくっていうのはわかるんだけども、やっぱ最後先手を取るときは、やっぱタイムリーとか、ある程度やっぱそうやって打っていかないと、やっぱ点はなかなか入らないんでね。だから去年より打力が下がってるにもかかわらず、そのバリエーションも今ね、ちょっと少なくなってきてるっていうのが問題だと思うし、それはちょっときついやろなって。まあ坂本さんもね、状態悪いも、もうめちゃくちゃ悪いとは。まあそうだけど、まあ結局その4番にいる人がやっぱちゃんとやってくれないとというかね、やっぱ打ってくれないとなかなかしんどいなっていう感じはね、してるんで、今日こういう感じで言ってみました。はい、そんな感じでね、もう悔しいっすわ。もう悔しい。うん。どうしたらいいのかっていうところは、まあ、バッター陣がね、野手陣が一番感じてるところだと思うんだけど、まあ、阿部監督は、まあ、練習しないといけないというふうに言ってました。まあ、そこも、間違いなくそうだと思うし、個々でね、その、原因とかあると思うんですよ。で、もう今は、もうこんだけ点取れてないんだから、もう、なんて言うんだろう、もうがむしゃらにやるしかないというか、もう頭使ってがむしゃらにやって、それで突破口を開いていくっていう、もう時期だと思うんですよ。そんなスマートにやってても、もうどうせ打てねえから。うん。だから、もう、阿部監督が言うように、もう練習するしかないと思うんで、うん。その意識したりとかね、その戦略の部分とか、まあいろんなところあるんだけど、うん。もう見ててね、面白くないんで、本当にね、1点取られたらもうマジでやばいみたいな試合は、もうほんま勘弁してもらいたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。